日本東京都武蔵野市緑町緑町は東京都武蔵野市の町名。現行行政地名は緑町1丁目から緑町3丁目。郵便番号は180-0012。武蔵野市の北部に位置する。東から時計回りに吉祥寺北町、西久保、関前、八幡町、西東京市、東伏見及び練馬区関町南に隣接する。 町内では集合住宅と小建て住宅が混在している。住宅地の地価は2014年1月1日に公表された工事地価によれば緑町36の,の位置の地点で33万6千円平方メートルとなっている。第2次大戦後、新中軍が中島飛行機武蔵製作所を接収した際に命名したグリーンパークに由来する。グリーンパークの範囲は 現在の武蔵野中央公園、東京都立武蔵野北高等学校、都市再生機構武蔵野緑町団地、都営住宅武蔵野緑町アパート、富士中工業社宅、武蔵野中央公園北ホール、武蔵野東学園、高齢者総合センター、武蔵野市立、第四中学校、武蔵野総合体育館、武蔵野陸上競技場、武蔵野市役所庁舎のある一帯にあたる。 現在の緑町の町域には、占領下の1951年に、東京グリーンパークという野球場が建設されたことも、ある。グリーンパークの名称は、現在、野球場への引っ込め線として付設された、国鉄武蔵野競技場線の線路時跡である、グリーンパーク遊歩道、グリーンパーク商店街などに残っている。2018年1月1日現在の世帯数と、人口は、 以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。武蔵野東学園 NTT 技術資料館。ありがとうございます。